こんにちは、平井弘明です。前回はですね、上りのパッティングについて解説させていただきましたが、今回は逆の下りですね。下り嫌ですよね。なんか触ったらザーっていっちゃいそうで、はい、3パット確定みたいな感じになっちゃうと思うんですけども、その下りをうまく切り抜けるためにアドバイスになればと思いまして、今回撮っていきたいと思います。平井弘明のワンラップゴルフ。意外と下りのパットって、そーっと打ってませんか？下りのパットほどタイって打った方がいいんです。あんまりソロソロソロって打っちゃうと結構ダラーっていっちゃうんですよ。ちょっと打ってみましょうか。先ほど今言ってた下りって怖い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 ってなっちゃうとああやってオーバーしちゃうんですよ。意外と下りってポンって打つと、まあ今ちょっと入っちゃいましたけど、あんまりスピードって上がんないんですよ。これ結構逆やってる方多いと思うんです。下りのパターってあんまり大きいストロークしないで、ちっちゃいストロークでポンって当ててあげた方が、あんまりああやって球足が伸びないんですね。意外と怖い怖いって言ってそーっと下りを打っちゃうと、こうやって弱く打ったらいいんですけども、でも打たないとと思ってそーっと動くと大きいストロークになっちゃって意外とオーバーしちゃう場合が多いので、そこを下りのパットって注意していただいた方がいいんです。あとは下りのパットってゆっくりボールが転がるので、例えば切れるライン、フックライン、スライスラインだったら直進する力よりも曲がる力の方が強いので、平ら上りのライン取りよりもちょっと大げさに膨らましてあげる必要があります。それは下りのラインでやっていただきたいポイントの一つになりますね。直線的にパンってこうやって狙うんじゃなくて、ちょっとラインを膨らませてすごい大きいカーブのイメージでポンと打ってあげると、ボールっていうのはグワーンと戻ってきやすいので、あとはちゃんとカップ付近に止まってあげられるように、カップに向かうように大きめに読んであげるっていうのもあるので、できれば普通の上りと平らよりも倍とは言わないですけど、まあ 1.5 倍ぐらい大げさに読んであげた方がいいですかね。ライン読みなんかは下りのパッドのさっきのそーっとストロークってするよりもちょっとちっちゃいストロークでパンって打つ、これポイントになりますので、ちょっと下りのライン練習場なんかであったらぜひちょっとやってみたいポイントの一つになります。これが結構重要かもしれないですね。あとはあんまり下りのラインに対して一生懸命練習しなきゃとかですね、そういう気持ちは持たなくていいと思います。それも感覚でしかないので、下りっていうのは、なんであんまり落ち込まずにですね、しょうがないかなという感じで切り抜けていった方がいいですかね。本当にこういうストロークでも、今ちょっと逆光だから逆から撮ってるんですけど、こうやって構えてあげてパンって打ってあげて打ってあげると入ります。ライン取りがしっかりしてて、インパクトストロークしないでパチンと打ってあげられたら、それなりに球は転がっていきますので、自分の感覚を重視していただいて、そのフィーリング感覚をボールに伝えてあげるということを実践していただければと思います。では今回はですね、下りのパッティングに対しての動画になります。最後までご視聴ありがとうございました。